どうも、今週も始まりました新カード紹介。今回の紹介カードは例のあれですよあれ。またそうやって下ネタを言う。そうじゃねえよ。去年発売されて大人気を博した、あの、リンクブレインズパックの続編が発売されるんですよ。あややー、ついに来るんですかこれ。去年はハリファイバーやイゾルデを求めてめちゃめちゃな人気でしたもんねー。今年もまた、去年に負けない恐るべきカードたちを収録してくれてますよ。いや、ひょっとしたら去年より質は上なのかも。ま、マジっすか。そんな強力。一体どんな効果を持ったカードたちが。よし。では今日はそんな皆様待望のリンクレインズパック2に収録されるカードたちの紹介といきましょう。教えてください。教えてくれたらお礼にセブンイレブンの冷凍つけ麺をおごってあげますから。台湾混ぜそばもください。しょうがないですね。エイリアンソルジャーマイティフレイム。手札からモンスターを捨てることでフィールドの表側モンスターに捨てたカードのレベルだけエイリアンカウンターを乗せる効果と、破壊された場合、相手場に置かれたエイリアンカウンターの数まで、墓地の爬虫類族を特殊召喚する効果を持ちます。エイリアン。なんて懐かしい。イラストから考えるに、エイリアンソルジャーのリメイクモンスターと考えるべきでしょう。名前やステータスもそんな感じです。リンク素材には爬虫類族に体が指定されてる上に、効果も爬虫類族に関連したものになっているため、エイリアン、をはじめとする爬虫類族、で使用することになります。私が昔使ってたエイリアンもないとならシンクロにもリンクにも使えて便利そうですね。1、はフリーチェーンでエイリアンカウンターを置く効果。手札コストにするモンスターに指定はなく、最大で12個ものエイリアンカウンターを置くことが可能です。相手ターンにも打つことができるのはかなり便利ですね。ただ、闇雲に相手モンスターに乗せるだけだとリンク召喚の素材に使われて意味がなくなりそうですが。一番相性がいいのはやはり、先ほどシャメイマルさんが言った、エイリアンもないと、から出すことができる。空鳥でゴルガー、でしょうな。じゃあ、ゴルガーさん。まずアンモナイトでフレームを出して、2の蘇生効果でシンクロ素材を揃えてこのカードを出せれば理想的ですね。他にも、古代遺跡コード A、ならば、コストで捨てたエイリアンを蘇生することも可能ですね。2、は破壊された場合に、エイリアンカウンターの置かれた相手モンスターの数まで爬虫類族を蘇生する効果で、最大で5体蘇生できます。まあ素材となるカードが2枚は墓地にあるので最低2枚は蘇生できます。相手ターンで破壊された場合は、基本的に大量展開しても相手場にモンスターが潤沢に存在しているということなので除去される可能性があります。毒蛇の供物や、自爆特攻などを駆使して自分ターンに積極的に使っていきたいですね。ドラグニテナイト、ロムルス。リンク召喚に成功した場合にドラグニテ魔法、罠カードまた破竜の警告をサーチする効果、エクストラデッキからドラゴン族が自身のリンク先に特殊召喚された場合に手札からドラゴン族、鳥獣族を特殊召喚する効果を持ちます。ドラグニテはとにかく警告がないとまず回らないのでこれは嬉しいですね。警告をサーチし、さらに警告の効果でデッキからドラグニテをサーチすれば2の効果にも繋がやすくなりますね。ただ、このカードを出すことができる場合、ドラグニテだとシンクロ体が出せる場合がほとんどのため、このカードを出す意義があるかは微妙です。守護竜リンクなどでも似たような運用が可能だったりもしますし。なるほど。2の効果を、簡易融合、などで発動できるのを利用して、このカードを出す構築にした方が安定してくるのかもしれませんね。混沌の戦士カオス、ソルジャー。レベル7以上をリンク素材とした場合に効果耐性を持つ効果、相手モンスターを戦闘破壊した場合に3つの効果から1つを選択して発動できる効果を持ちます。自分の中で、これが今回の中でも最もぶっ壊れの位置に属している効果と思います。それぐらいにこいつはやばい。確かに。簡易、ブルーアイズカオスマックスドラゴン、のような鬼耐性ですね。素材は3体の別々のモンスターと、リンクになどを使って出せないからやや厳しいけどトークンの使えるからそんなに無理というほどではないですな。レベル7以上のカードを巻き込んで出すことにより、対象負荷、破壊負荷という非常に強固な耐性を誇ります。これはデッキによっては、積み、に持っていける耐性であり、しかもこれはリンクモンスターなのであらゆるデッキに仕込んで出すことができるのです。
ですが最上級カードを入れなければならないのはかなり厳しいのでは。そんなことはありません。汎用性の高いダイナレスラーパンクラトプス、や、幻想竜ファンタズメイ、など、下級モンスターしかないカテゴリのデッキでも、これらのカードがサイドボードなどに入っていれば召喚は容易です。おお、なるほど。特にファンタズメイは手札のアドバンテージも稼げるので、展開札を持ってくるのにも一役買ってくれますから相性抜群ですな。二つ目の戦闘破壊した時の効果ですが、まう一つ目、攻撃力を1500アップする効果。これは1の耐性付与と非常に噛み合っており、評価が高いです。確かに、これを適用すればカオスマックスすらも超えたカードに変貌することになりますからね。しかも永続なので、こうなるとデッキによってはこのカードを除去する手段があれるロード系のカードしかなくなる可能性があります。で、二つ目の効果は次のターンのバトル回数の増加。うーん。このターンじゃなく次のターン、いくら強固な耐性あるとはいえ少々悠長すぎではないでしょうかね。正直な話使う機会はそう多くはないでしょう。あまりにも機会が限定的すぎるので。そして最後、フィールドのカードを除外する対象を取らない効果。これく、そ強いですよね。マサナを1より使うこと多そうだ。はい、正直これが最も使用機会のある効果だと思います。対象を取らない除外な上に、ダメ捨てでの発動なのでこの効果をやめられるのは少なく、相手の場に出されたこのカードを除去する手段としても有効です。確かに。どんなデッキにも入る汎用性があり、劣勢時の切り返し、優勢時のダメ押しにも使える総じて優秀なリンクモンスターと言えるでしょう。トップレアはこれになるのかも。強雷騎竜サンダードラゴン。墓地または除外されているサンダー、ドラゴンの特定の効果を適用する効果、自分フィールドの雷族が破壊される場合、代わりに墓地のカード3枚を除外する効果を持ちます。素材に雷族が指定されてる上に、リンク4という非常に重いモンスターです。効果も相まってほとんどの場合、サンダードラゴン、で活用されるでしょう。確かにこれは重い。というかサンドラって展開力高いデッキじゃないからこのカードを出すのはかなり厳しい気が。フォトンサンクチュアリ、なら、素材や制約と相まって高相性なので、このカードの召喚に特化するなら入れていてもいいかもしれません。また蘇生制限がないため、雷鳥竜サンダードラゴンでの蘇生も可能です。1の効果が使えないのでその場合はマーカー目当てになりますが、同盟カード縛りの発動回数制限を無視して複数回の発動が狙えるのは魅力的ですね。特に今言った雷鳥竜とはシナジーが噛み合いすぎてる気がします。雷原竜の効果をコピーすれば1000ポイントの火力ウープも見込めるので、場合によってはワンキルのお供になるかもしれないですね。ただこの効果でコピーした効果は手札で発動した扱いにはならないので、将来竜の召喚条件を満たしたことにはならないのは注意しましょう。二つ目の効果は墓地除外による破壊無効ですが、正直サンドラの融合体はどれも身代わりを持ってるのでそこまで有効にはなり得ないでしょう。使えればおまけ程度に考えた方が良さそうだ。DDD、深淵オービルガメス。リンク召喚に成功した場合に DD ペンデュラムモンスター2体をペンデュラムゾーンに置いてダメージを受ける効果、リンク召喚されている自身が破壊された場合にエクストラデッキ、墓地の DD を特殊召喚できる効果を持ちます。待望の DD リンクですか。しかしこれはまた尖らせたというかなんというか。非常に攻撃的というか、DD の展開力を考えたカードです。1の効果は、ペンデュラムスケールの異なる2体をペンデュラムゾーンに置けばペンデュラム召喚も可能となり、このカードでリンク先に箇所を確保できるため、エクストラデッキからも2体ペンデュラム召喚を狙えます。オクカードはアビスラグナロクならさらなる展開が、トーマスやゼロ、ラプラスならエクストラから回収がなど、いろいろとできそうな感じですね。DD 以外出せなくなるデメリットはありますが、DD の持つ火力を発揮できれば一気に勝負を決められる可能性があるので積極的に使っていきたい。二つ目の効果は破壊された場合に DD を出す効果ですか。テムジンを出せば墓地から蘇生をでき、またこのカードを出せますね。ただ、相手に破壊された時、というかなり受動的な状、自爆特攻だと効果が発動されないので、あくまでもメインは1の効果で、2はおまけ程度の牽制と考えるべきでしょう。セレスティアルナイト、ロードパーシアス。
天空の聖域かそのカード名が記されたカードまたは天使族をサーチする効果。天使族がフィールドから墓地へ送られた場合手札の天使族を特殊召喚する効果を持ちます。出し方は創造の代行者から、神聖なる球体を3体出して召喚が最も簡単で手軽でしょう。残った1体はリンクスパイダー等に変換すれば、2の効果につなげられて特召喚ができますしね。その際にマスターヒュペリオンやクリスティアを出せれば最高ですね。代行天使にさらなる切り札が、1の効果はエンジェルパーミッション等で有効に働きそうですね。天空の聖域自身のサーチも兼ねてるので1枚このカードを指していれば安定性も増します。リンク召喚した時の効果ではない、起動効果なのでこのカードでサーチできるリンネのパーシアスから直接特召喚してもいいですしね。命削りパーミッションもう一度組んでみようかな。さて、以上でリンクブレインズパック2の新規カードの一部の紹介を終わります。いかがでしたか？いやー面白かったです。カテゴリだけじゃない種族サポートや、汎用性あるどんなデッキにも入るカードもあるしで早く発売されてほしいです。自分もカオスソルジャーを見て打ち震えたほどこのパックの恐ろしさを理解しましたからね。絶対まだまだありますよ、強力なリンクカード。去年の伝説の再来か。楽しみに待っていますよ。それでは今回は以上になります。また、次の動画でお会いしましょう。ではでは。